ご乗車ありがとうございます。どうも皆さん、こんにちは。R です。サイレン2実況プレイ、前回の続きからやっていきたいと思います。前回はこの三沢武明さんの終了条件2をクリアしました。で、今回はこちら、この五木守さんのシナリオの終了条件2をやっていきたいと思います。このシナリオでは、終了条件1の場合は、冥府の門を開くということで、気持ち悪い岸田ユリを見せられたんですが、今回はどうなんでしょうか。なんだよ、もう。母子の片鱗と読むのかな？の入手。目的のものは、歩ける範囲の外のどこかに見えています。探すべきアイテムはそれに関係する場所にあります。手に入れた2つのアイテムを必要とするものを探しましょう。これ後で見ないとダメなやつだな。小目的、小銭の入手ということで、前回同様、拳銃を持った状態で始まりますが、普通にあそこにおるで。ダメだね、これ。怖いなー。岸田ユリがついてくるのもちょっと不安なんだよね。ちょっと待ってて。隠れてた方がいいのかな。そんなとこ行っちゃう。まあいいや、隠しておきましょう。怖い怖い。色あったあったあった。色、え、小銭を手に入れたけど、あ、お前か、やばい、やばい。 大体分かったからいいや。岸田ゆりさん、隠れててください。早めにこの場所から去りたいね。次は観覧車付近を探索。なるほど。近づいてくる、あの死人さんの位置を知りたい。こいつかな。こいつもいるな。主にこの3人かな、今回は。観覧車ってこっちだよね。なんかあそこにいるっぽいしね。こいつだな。こいつがいるな。 OK、 行こう。ダブルで半々言ってる。懐中電灯もしっかり使ってね。探し物を探したいですね。あいつだな。こいつがいるからなかなか進めないっていうのもあるのかもしれないけど、今までみたいにヘッドショットを狙うとかそういうことはおそらくできないんだろうな。なんかないかな。ここにいたらバレないとかある。こっちこっち。なんかあるよ。あ、バッテリーじゃね？
ライドのバッテリーを入手した。そう、前回なんかね、必要だったアイテムがなかったとかあったからさ、あれだ、あそこに見えてるんですけど、左側に見えるちょっと黄色い部分、あそこになんかバッテリーを入れるんだな。狙撃手というのはこいつのことか、こいつのことかな。調べて、バッテリーが切れてる、バッテリーを入れる、バッテリーを装着した、小銭を入れる。え、やばいやばい、あいつだ、あいつを陽動してる間に何かするのかな。これなんかあるとか、叫ばないよ。なんかあるね、あそこに。ペンチを手に入れた。正門の鎖を切断。なるほど、いいんじゃない今回。結構いい感じじゃない。あいつがこれを見てる間に、こいつはまだ私を探しているな。警戒モードから乗った？よし、行こう。こっち。怖い。こっち。声が聞こえるんだけど、でもってのこの辺りなんだよね。それ使えそう？え？ああ、そこにいるからね。はい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 。こいつをやるしかない。おい、ああ、叫んじゃった。あー、ま、やばい。あ、やばいな、このままだとやばいな、やばい、近い、はい、オッケー、銃を拾ってもう一回で調べる。焼きそうにない、切断する。キザユリがいないのにそこにいることになってる。これは、イサゴ、イソゴってどこに行くの。墓地の鱗がアーカイブに追加された。クリアした、やった。今回結構サクサクでしたね。で、ムービーです。冥府に着いた後の話。6時になった。あ、私と一緒に、やばいやばい、あーあーあーあああ、誰誰？急に誰？あれ？三上修と阿部宗次も来た。見えるよ。お姉ちゃん。あ。お姉ちゃんだよね。あ。ちょっと寂しかったよ。真っ暗なところで一人ぼっちだったよ。シュー、もう置いてかないでよ。シュー、シュー、お姉ちゃん、私を見て。シュー、おいってば、ダメ、シュー、見ちゃダメ。シュー、そして清田明子、
あら、長いよりと。ちょっと待って、話が急展開すぎてわからないよ。やぐら一子、何があったの？ねえ、何があったの？藤田さんが死んでるし、何があったの？伊沢さん、何かと戦ってるし、気持ち悪いし、あ、え、何あれ、何気持ち悪い。知らない人もいるし、よくわからない、全員集合だし。闇島こじの伝、光に伝わるなんとらかんとら。ちょっと待って。ちょっと待って。いろいろ衝撃展開すぎてついていけてないですよ、僕は。はい。よし。誰だよ。誰だよ。貴船なんて言うんだろう、これ。やこっていうのかな。はい、というわけで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ちょっとね、急展開すぎて全くわからないです。次回はこの貴船さんという方のシナリオをやっていきたいと思います。というわけで以上 R でした。ご視聴ありがとうございました。もしよければ他の動画もぜひご利用ください。またこのサイレン2の実況プレイのプレイリストがこの動画の概要欄 URL 貼っております。1話から気になるという方はそちらからご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。